レイジイゴークレイジーだっちゃ。どうもクレイジークライマーチャブリンでございます。今日も松の剪定でございます。皆様すいません、皆様が見てるかどうかはわからないですけれども、今日も松の剪定の動画になります。今日も、松を剪定しました。ちょっと大きかったのでなかなかねもう手強かったですね。結論から言いますとね、こんなに松の木を放置しちゃダメだなっていうのがね、わかる、動画と言いますか、まあね、松じゃないですよね、この見た目ね。皆様が想像される松っていうのは、くねくねくねと曲がった先に緑の、針葉樹っていうんですけども、針みたいな、トゲトゲの葉っぱがついてるようなものが想像つくと思うんですけども、こういう感じで1年に、多分これね、10年は言い過ぎかな。いやでもリアルに、8年ぐらいは多分ね、ほったらかされてましたね。育つごとにね、節目節目でこう、クンクンクンってこう、芽がね、節がこう、ついていくのが松の特徴らしいんですけども、それがもうめちゃくちゃ伸びて伸びて伸びて伸びまくってたので、この木はかなり、放置されてたのかな、というふうに思いました。で多分日当たりも良かったのかな、いいので結構1年で伸びていく感覚っていうのがだいぶまあ長くて、このご覧の通りですね、横にかなり、広く、育ってましたね。横幅多分だいたい4メーターくらいかな、4メーターくらいはビョーンって伸びてるやつもあったし、上の方とかになったら5メーターぐらい、ビョーンって伸びてるやつとかもあったりしました。まあこれはね、しかもその二股で伸びてまして、これは手前の1本を剪定している動画になるんですけども、もうねちょっとスランプじゃないんですけど、毎日毎日ね一生懸命ね振り返って考えて、ツリークライミングしてるんですけども、ちょっとね下からやってきたらいいのか上からやっていったらいいのかちょっと分かんなくなってきたなっていうふうにちょっと感じちゃってまして、松にもね私がやってる松にもいろんな形がありまして、横幅が全然なくて1本でビューンと上に伸びてる松だったりとか、こういう感じで二股に分かれてるんだけども、左右にビューンって伸びてしまってる松とかっていうのがあって、これはもうどっちにしたらいいのかなっていうふうに思ってて、でね発生剤じゃないんですけども、打った枝がやっぱりこうね地面に落ちないんですよね。ピュッてこう捨てたりとかねやっぱするんですけど、なかなか風とか重さとかで飛ばない枝が多くてですね、かかり枝になってしまって、今もこの動画でもねバンバンバン今もこんな感じで乗っかっちゃってね、もうどうしようかなっていうふうに思うんですけども、ひとまずもう無視してます。はい無視してやっていくんですけど、まあたまにね残した枝とかボキボキ折っていきやがるからね、本当にムカつくなっていうふうに思うんですけど、じゃあ落ちないようにちょっとしたらいいじゃねえかって思うんですけど、それがなかなかねやっぱスピードとかねそういったところは考えるとやっぱ難しかったりもするので、なんとかそのねいい塩梅を見つけながら、やっていきたいなというふうに思うんですけども、ただこれに関してはもう下から剪定していって上に上がっていこうが、上から下に下がって剪定していくっていう方法を取ろうがですね、なんつうんだろうな、引っかかるリスクっていうのはそんな変わんないんですよね。はい、下から剪定していって短くなってんのにそれに引っかかってるわけだから、かなり、引っかかる確率っていうのは高いだろうし、上からやってってね下にバサバサ長い枝がね残ってるんで、それでもかかりやすいっていうのはあるんですけど、上からやっていくともともとなんつうんだろうな、高いところからピョイってこう放れる形にはなるので、上の部分はかかりにくいんですよね。ただ下からやっていくと下の1段ぐらいはかからないんだけど、その次くらいからもうかかっちゃうみたいな感じになっちゃうんですよ。で上からやっていくとなぜかかかんないかっていうと、上は横の幅がこうご覧の通りこう狭くなるんですよね。狭くなるから枝が小さくてヒュッてこう遠くに殴ることができるんですけど、下のこういう木の枝はですね打ったところでも平気で2メーターとかありますから、それがやっぱりねこうペッてこう落としてもああって感じでもうかかっちゃったりとか、するわけなんですね。なのでなかなかまあ難しかったなっていうふうに思うのと、あとねちょっ
っとそろそろまあノコギリを使ってた理由としては、僕ノコギリ1本で選定してるんですけど、ノコギリを使ってた理由としてはやっぱり動きやすさ重視っていうところと、あとまあなんていうんだろう、木になれるというか、まあ細かいところどういう風なところを手入れしていったらいいのかっていうのが分かるようにっていう風な感じでやってきたんですけど、大体もう今もう一発でどこを切ればどういう風になるかっていう、どこを切らなくちゃいけないっていうところが分かったんですよ。もう今分かってます。なのでちょっとチェーンソーを使ってみようかなと思って明日やります。でこの二股の松でだいたい高さが10メーターぐらいかな、10メーター、11メーター、10メーターぐらいあったんですけど、片方でね、やっぱ1時間ぐらい、58分かかりましたね。このビデオは8倍速で回してるんですけど、だいたい58分、9分かかってるんですよ。なので、それをやっぱり40分とか45分とかに収めるためには、かなり、シルキーのすごいは切れ味抜群で使い勝手最高なんですけど、ちょっとね、抜刀するとこだったりとか、枝打ちする回数の、なんて言うんだろうな、手探りでちょっとどうしようかなっていう保険をかけてっていうところも実際ノコギリはあるんですけど、もう打たなきゃいけないところっていう課題が、もうはっきりわかるんだったら、もうチェーンソーで一発でバン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 ってやってったらもしかしたら早いのかなと思って、ぐるっと回りましたね。最初ね、チェーンソー使ってて、最後、ノコギリ一本になったんですけど、もう一回チェーンソーの方に戻ろうかなっていうふうに思いました。で、つけるところはね、もう一回工夫して、またギア出するときに邪魔にならないように、つけるにはどうしたらいいかっていうところも、工夫しながら、明日からもチャレンジしていきたいんですけども、やっぱり連日ね、登ってると、やっぱ、なかなか疲労がね、溜まってきてですね、最近私はうるせえやつらのラムちゃんにハマってるんですけど、ラムちゃんの幻覚がね、聞こえてきたりするんですよ。もう木の上とかでね、結構疲れてきて、一息ふーってつくときに、お疲れだっちゃっていうね、お疲れだっちゃ、頑張れ、チャブリン頑張れだっちゃって、ダーリン頑張れだっちゃみたいな感じでね、言ってるなーっていうふうに、思いながらですね、今日も一日頑張りました。明日も一日、体に気をつけて、頑張るだっちゃ、バイビー。